キラニ・ジェームスは、クレナダの首都セントジョージズ生まれの陸上競技選手。400メートルを専門にしている。ジェームスは、現地ではその戦績から、クレナダと同じカリブ諸国出身のジャマイカのウサイン・ボルトにあやかって、ボルト2世とも呼ばれている。ジェームスは2007年に行われた、世界ユース選手権において、14歳の年齢別世界最高となる46秒96。 をマークして銀メダルを獲得した。さらにジェームスは翌年の世界ジュニア選手権において15歳の年齢別世界最高となる45秒70で銀メダルを獲得している。14歳での46秒台、15歳での45秒台は共に史上初となった。2009年4月、自己ベストを45秒45に短縮し、 世界選手権の A 標準を早くも突破した。同年7月、ジェームスはイタリアのブレッサノーネで開催された第6回世界ユース選手権で大会初の200メートル &400 メートルの2巻に輝いた。記録も21秒 05&45 秒24で、共に自己ベストで400メートルは大会新記録となった。 2010年5月にも45秒01の17歳の年齢別世界最高をマークしている。ジェームスは同年7月世界ジュニア選手権の400メートルでも優勝を果たした。2011年ジェームスは世界ランク1位で世界陸上選手権初出場で決勝に進出した。この400メートルはアメリカのラショーンメリットが金メダルの最有力候補だったが、 ジェームスはゴール直前でそのメリットを交わして優勝、男子短距離では大会発の10代の世界王者となった。なお、優勝記録の44秒60は18歳世界最高記録であった。ジェームスはこの年齢で世界大会の決勝で自己ベストを出すなど名実ともに優れた成績を残している。2012年ロンドンオリンピックの開会式でジェームスは グレナダ選手団の騎手を務め、陸上男子400メートルで優勝し、グレナダにオリンピック初の金メダルをもたらした。キラニ・ジェームズ、ユーロスポーツ、2021年9月3日閲覧、ありがとうございます。